映画時をかける少女などで知られる監督の大林信彦さんが、昨夜、肺がんのため都内の自宅で亡くなりました。82歳でした。大林さんは2016年に肺がんが判明し、闘病しながら完成させた最新作は亡くなった10日に公開予定でしたが、現在は新型コロナウイルスの影響で延期となっています。